やっとお目覚めかようお前路地裏で随分気持ちよく寝てたじゃねえかよこんなところで伸びてると命がいくつあっても足りねえぞしかもそんな傷だらけの体でまどうせ弱っちー奴狙いのチンピラどもにこっぴどくやられたとかだろうけどな 正解ほらな、分かってんだよ。ま、スラムだろうが、オートだろうが、結局クズはクズってこったな。じゃあさっさと特徴教えな。全員ぶっ殺して。やめろおいおい、またかよ。毎回されるがままじゃねえか。弱い奴が悪い 人間ってのは、本当に理解に苦しむね。お前みたいな奴もいれば、それを狙うクズもいる。面倒な生き物だよ。いや、本当に。ん見張っててくれてありがとうお、おう。人外らしくした後にそういうこと言われると。 調子狂うなまあとりあえず気にすんななんせお前は私の命の恩人だからなこっちも命くらい守るのが義理ってもんだろ大げさ <laughs> おいおい別に冗談言ったつもりはねえよハンターに一杯食わされて死にかけの吸血鬼にためらわず血を分けて命を救った これが命の恩人じゃなかったら何なんだ <laughs> いいかこれまで会ってきた人間とお前は違う。もちろん良くも悪くもな。異種族に、それも吸血鬼を助けるためにだぞ。そんなことのために命を投げ出す人間、見たことねえ。ただの偽善ま、 そうかもな。でもいいだろ別に。実際、そのおかげで私は生きてるんだ。お前が異常だとしても、悪く言うつもりはねえし、他の奴らにも言わせねえ。お前がやりたいようにやるべきだ。ただ、気をつけとけよ。お前は根っからの善人なのかもしれないが、他の奴らは違う。優しさは。 この世界じゃ利用されるだけ。例のチンピラどもがいい例だろ。お前がせっかく稼いだ金を奪ってくクズどもだ。この世界の常識的には、あいつらが普通なんだ。正しくはないかな。分かったならいいんだ。ま、こっちとしても、恩人に死なれたら後味が悪い。 せいぜい死なないようにしてくれると助かるよ。んで、そろそろ起き上がれそうかあじゃあうん。手出しな。せーの。と。さすがだてや水峡で吸血鬼やってねえよ。<laughs> お前くらいの人間引っ張り上げるくらい余裕だ余裕。 ていうか、お前は弱すぎる。なんでわざわざこんな場所で生活してるか疑問だなここにも助けを求める人がいるだ <laughs> なるほどそいつはご立派なこったで本音はどうせいると思ってたけどやっぱ恋人かよ 気づいてたのかってまあな。お前に吸血鬼のチャームが通じなかったんだ。普通に予想くらいつくだろう。なんだその微妙な顔。あ、おい変な勘違いすんなよ。使ったのは初めて会った時だぞ。そう、死にかけてた時。チャームでお前のこと操って血を回収しようとしてただけ。 まあ、全然聞かなかったから死を覚悟してたが、お前は自主的に助けてくれたってわけだ。んなんで自分には聞かないのかっていや、わかってねえのかよ。<laughs> 簡単に説明すると、お前が一途な野郎だからだよ。わざわざ説明させんな。安心したふっ、<laughs> そうかよ。 ならさっさと行け、このバカ。あ、はいはい。お礼は今度とかいいから。あ、じゃあな。はぁ。安心した。ねえ。こっちとしては、もっか悩みの種なんだが。まあ、いい機会だ。そろそろ動くとするか。 よう、こんなドシ屋に路地裏うろつくなんて、なかなかいい度胸してんじゃねえか。人の目はない、あったとしても暗くて顔までは見えない。クズと化け物が動くにはうってつけだが、まさかお前と出くわすとはな。あ何してんのかってそりゃお前、この女殺してんだよ。 なんでって。ほら、今日のチンピラドもいただろついさっき、私が吸血鬼ってこと知らずに喧嘩打ってきたんだ。最初は殺そうとしたんだが、ちょうどいいと思ってな。チャーム使って、なんでこんなことしてるか聞いてやったんだよ。そしたら、全部この女の命令で動いてたんだって言うもんだからな。私の命の恩人に手出したっつうことで。 まあ、締めんだろ。そうじゃないあ、はあ、なるほど。こっちな。まあ、確かにそりゃビビるか。だってこの女、お前の恋人だしな。言ってたよな。お前の優しさは利用されるだけだって。この女は、 恋人のふりしてお前に貢がせるだけじゃなくって。<laughs> チンピラ使ってさらに金巻き上げてたって。ことだよな。<laughs> ま、こんなところに住んでる時点で全員知ってんだ。所詮クズってな。あんまり言いたくはないがな。人の優しさなんか。 信じてんのはお前だけだ。この世界はな、優しさなんて無駄なんだよ。ま、そう絶望すんな。お前がいいことやってたのには変わりねえんだ。ただそれを搾取してた奴がいただけ。そんで私が諸悪の根源を潰しといたってわけだ。ありがとう おいおい、無理して感謝すんな。まあ、お前の気持ちがわからないわけじゃない。私としても、お前に殺すところを見せるつもりはなかったんだ。悪かったな。ただ分かってくれ。これは全部、お前のためだからな。どうだ少し落ち着いたかならよかった。 ん。いつか私も裏切るんじゃないかってふっ、<laughs> なわけねえだろ。人間と一緒にすんじゃねえよ。まだ不安不安ねえ。そうか。じゃあそんな心配ならよ。私の剣族にならねえかいや、違うな。 私の眷属になれ。人間なんかやめちまえ。吸血鬼になれば、一般人じゃ到達できない力が手に入る。この世界は力さえあれば自由。そうだろじゃあ、ただ一言、お前の口から言ってくれ。私の眷属になってくれるな。 よし。いい返事だ。じゃあ、早速。はぁ、ほわぁ。はぁ、あ、なかなかうまい血だった。さあ、これでお前も晴れて吸血鬼だ。体に何か変化はあるか腹が減ったそれじゃ大丈夫だ。 今お前の体は内側から変わってるからな。エネルギー使いまくってる証拠。心配すんな。腹に何か入れたら治る。あと少しだな。あ何でもねえよ。とりあえず。ほらよ。お前の恋人の、いや、元恋人の心臓。 人間だった自分との決別だ。それ食っとけば、おっと、言うまでもなかったか。まあ、あの空腹感は辛いしな。吸血鬼成りたてには耐えられねえか。普通より多めに吸ったのも効いてるみたいだな。んうまい <laughs> 泣くほどかそいつはよかった。ああ。 もう誰もお前をせかさねえよ。ゆっくり食え。なんで泣いてんのかやっぱわかんねえな。泣くほどうまいのか、人としての理性との葛藤なのか、それとも。なあ、おかしいとは思わなかったかなんで都合よく恋人を探した先に私がいるのか、なんで私は。 本来知らないはずのお前を襲ったチンピラとお前の恋人の顔を知っていたのか。なあ、なんでだと思う食うのに夢中で聞こえてねえか。ま、もう何でもいいか。お前はすでに私の眷族になった。これはもう変えられない事実なんだ。 お、食い終わったか顔が青いな。まあ無理もない。お前は人としての禁忌を犯したんだからな。でも、お前はもう吸血鬼なんだ。もっと正確に言えば、私の剣族なんだ。さて命令だ。こっちに来い。 ああ、やっとお前を抱きしめられた。<laughs> 大丈夫。もう大丈夫だ。これからは私が一生そばにいてやる。吸血鬼としての生き方も気にしなくていい。飛び方も、殺し方も、全部私が教えてやる。だから心配すんな。 お前のこと、ちゃんと自由にしてやるよ。私の中で、永遠にな。<laughs>